死者との会話を追う物語はこちら、森川智樹先生の死者と言葉を交わすなかれです。浮気調査をする探偵ほうき山真志穂と野呂さずさくら、浮気調査中に調査対象がなくなってしまいます。そして仕掛けた盗聴器からは死者と会話する調査対象の声が入っていました。死者は存在するのか、様々な死生観や幽霊の解釈に触れながら謎に迫る物語です。そして出会う仕掛けと執念、ぜひお見くださいませ。